皆さんこんにちは、ジュビちゃんです。はい、えー。サロメの本番が終わって、今、家に帰ってきました。というわけで、今日は、えー、ウルケルを買ってますのでね、チェコのビールを。こで乾杯したいと思います。本当にねあの、大変な曲で、年寄りには、あの、不読みが本当に答えました。えー、というわけで、えっ、ー、とね、1週間以上に私もお酒飲んでないんですよ。もうお酒飲むところじゃなくて、本当に、あのご来場いただきましたお客様、本当にありがとうございました。 お疲れ様でしたということで失礼していただきますうんおいってー <laughs> こう舞いたくなるよね本当に本当にありがとうございましたあのね今日もあのちょっとマイク引っかかっとるかな <laughs> 今日もあの完売だったんですよ本当にありがとうございましたで4月から完売が3個演ぐらい続いてるのかなえっ、ー、と先月はそうじゃなかったのかなでとにかくね すごくあの今シーズンは売れ行きがいいというかあの皆さん来ていただいててあのコロナ前は本当には、ね、あ々連続であの1シーズンを超えて完売記録を作った時代もあったんですけどもうコロナで本当にこの3年っていうのはあのお客様の足がなかなかねあの問いのうてしまったんですけどもう本当にいよいよこんだけあの、まあ、あの常任指揮者のもうあの。 新しい方が来られたタイミングで本当にあのたくさんのお客さんを来ていただいて本当にありがとうございます。本当に嬉しい限りでございます。そして本当にあのサロメね <laughs> 大変だちょっとこの映像をご覧ください。はいこれあの何んていう楽器か皆さんご存知ですかこのサロメに使われている楽器なんですけどこれは、えー、ヘッケルフォンという楽器なんです。これねちょうど大覚えの 一億ターブ下の音が出るそうなんですよ。で、あのー、まあ譜面上はね、覚えと同じ譜面を見て。あのコントラバスと同じ、一億ターブの一応楽器なんですよ。だから、あのー、えっ、ー、とね。覚えの一億ターブ下ってことはね。あの。税関だからイ、税のイン税でね、税なのかなと思ったらね、アあまで下は出ますよって言って。らっしゃったんだけれども。えっ、ー、と、ビオーラーと同じ近い音域ですね。ビオラの一番下の税。の税関ですよ。 <laughs> 何言ってんであの「の」「どうし」「ら」まで出るみたいな感じでねえー、日本に10本あるかないかなんだそうですこの楽器がそしてですね今回のためにですねこの今回の公演っていうのはですねあの実はあの提携しておりましてカナフィル京京急京と、えー、サロメがあの同じ、えー、歌い手さんとあの沼尻さんで続くわけなんですけれどもえっ、ー、とそのあの シリーズにあのこちらあの N 教の、えー、和久井一さんでございます。えーと乗ってらっしゃってですね、えーとちょっとお話あのね本当はねあのちゃんと YouTube を あのー、なんかインタビューみたいな感じでこの楽器についてのお話とか撮らせてもらえませんと「いいですよ」なんて言っていただいてたんですけどまあ忙しいねこんな大変な曲の時にねしかもステージの上ではちょっとねいろんな他の方もいらっしゃって迷惑なんじゃないかということでまあ、ちょっとチラチラっとこう撮らせていただいただけなんですけどまあ珍しい楽器でしょ。であのー、まあちょうどねこれはねワーグナーがね ダブルリードの低いあの楽器がちょっとあんまりないっていうことで、あの、まあ、ヘッケルってすごい有名な楽器だよねあの。楽器のメーカーだよね。あの、ファゴットとかも作ってる。で、あの、なんかそれ、その、あの、ヘッケルさんが、あの、まあ、作らはったらしいんですけど、もうできた頃にはワグナーはもう打開していたと。 そしてあの、まあ、リアルト・ストラウスが、えー、とこれほかにアルペンシンフォニーとか、まあ、3曲ぐらいあの使ってるらしいんですけど、まあ、非常に珍しいであの、まあ、日本に10本あるかないかっていうことなんだけど、えー、オーケストラとして持ってるのは NHK 交響楽団のみだそうです。なので今回阿久根さんは全公演に、えー、とこの楽器とともに N 響の,の楽器を持って、えー、乗ってらっしゃるということでねあの本当に非常に貴重なあのー。 音を聴かせていただきました。本当にかっこよかったです。あで、あのー、まあちょっとサロメのあのー、話を、本当はね、楽器がね、あのー。 楽器をちょっとここがでとかって、あの、言えたらよかったんだけども、ちょっと、もう疲れちゃってね、もうそれどころじゃないので、もう本当に今日ごめんなさい。楽器を触るのはもう勘弁させてください。<laughs> なんかまた機会があったら、サロメのあそこがって話を、えー、したいと思いますけど、今日はちょっと、もう、もうちょっと無理ですって感じなので、えっ、ー、とー、 ドイツでコロピッティの修行中の、えー、ユウスケさんのコメントありがとうございます。えっとですね、一点はですね、あのまあ首チョンパっとこね。もうこれが本当に楽器あったらよかったんだけど、まあ、すごいグロテスクな音がコントラバスでソロで出てくるんですよ。最初ソロで出てきて。 そのの後後でで。まあ、ちょっと人数が増えていくんだけど、最後の方で私はねニプルのインだったのでニプルのインっていうのは前列から1234人目だったのであれは、えー、と1人から2人に増えて3人に増えて最後ちらっと4人に増えてドゥッティーになるので私は一瞬あのベーあのベーっていうかねあれはあのほ恐怖映像の音にしか聞こえないんだけどあの、弾きましたちらっと。 あそこであの音響を持ってくれたらイアウト・ストラスのあの何て言うの、発想がのちょっともう天才を超えてもちょっとすごいですね本当にあのー、なんだろうまあちょっとネタバレになるかね私もそう言いながらね実はねストーリーあんまり勉強してないんですよゆうすけさん <laughs> そんな暇なくてで、あのー、大まかな流れをこうちゃんがその最初のビールを飲んでる時にね教えてくれたのね その情報しかない。だからこうちゃんの言ってくれたあらすじ本当にあのあらすじだけ <laughs> であとは多分こういうことやってるんだろうなって想像しながら <laughs> 聞いてましたけれども想像力っていうのをもう逆にかきたてられるんですよ。で祐介さんがほかで言ってらっしゃる、えー、277のところっていうのティンパニーとコントラバスでねそれはね最初にこうちゃんがのビール飲んでる時に教えてくれたんだけど要するにね トン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 ,ンってあの音階になってるんだけどそれがねすごいことをするんですよコントラバスとティンパニーと交互に音を鳴らして四分音符をそれがタントントントンタンって音階に聞こえるように書いてるそれがだからタンタンタンンタンぐらいのテンポでで来るんですよかっこいいですよもう,もうこうちゃんもう今日も最高でしたもう。 すごごいい。<laughs> あれはななんんかね、ちょっとごめんなさい私は知識がないのであんまり喋らんときますけどとにかく大変らしいですティンパニーあの音チューニングとかの問題がで非常にウルトラ難しいって言ってましたけどねあのそんなこともみじも感じさせないなんて天才なんだろうって、えー、思いましたね今日もね。で、えーとまあ、今回この「サロメ」をやって私はあの、まあ、そのようにあんまりあごめんなさい。<laughs> 一つ思い忘れるところだった蒼恵、えー、さんもスケさんのコメントにあの返してくださっててねコントラワスのこととかね書いててくださってあのちょっとそれをお礼を言うの忘れてましたごめんなさい忘れちゃって <laughs> で、あのまあサロメの話なんですけれどまああんまり勉強してないとはいえ私がすごく今日感じたことを大事,大,事大切なことがあの一つありましてですねそれはですね あのまあ、ストラウスにしても、まあ、近代の曲っていうのは結構音のコンフリクトっていうかぶつかり合いがグシャンみたいな音音が音響結構あるんですよね。でリハーサル・ストラウスも言えてないし <laughs> あのそうで「転調」まあ、店長とか「それとかもう、まあ、あ半音階」とかも和音の,あのななんだろう切れ目の,あのな切れ目の境目何言ってる <laughs> あのとにかく濁るってことが言いたいんですけどでところがね その濁りの中からねものすごいシンプルな美しい三和音みたいなのがパンと鳴ったりするところの美しさがもうちょっと尋常じゃないんですよね。だからそれはだからそのストーリーとかももちろんあのそういうものを表現するためにあの音楽はもちろん書いてるんだと思うんですけど私がすごく感じたのはあの何事においてもそういうことを 多いなと思って。あのー、例えばなんかしっぱっと思い出したのは菅敦子さんの本で昔 <laughs> 読んだんですけど、えー、とシャネルの,あの香水ってあるじゃないですかシャネル5番とかっていうのね私はそんな高級な香水は買ったことないけれども、あのーまあ、要するに世界でも名だたる香水を作るのにねあれ何だったかな動物の腹綿だったかな猫の腹綿な,なんかもう入れるんですか 要するに、ものすごい臭いものであれってフレグランスってやっぱりあのいい匂いを集めてくるんでしょそれでその配合絶妙な配合を見つけるところがねいい匂いばっかりだといい匂いにならないんだそうですよ。わ、うん、かりますだからそこに汚いものを入れるわけ。そうすするとそその匂いがいい匂いいい引き立つわけですよ。そしてああいう魔法の匂いができるんだそうですよ。 それは私はすぐ敦子さんの本で読んだんだけどすごいいろんな芸術に応用できるっいうそのリアルト・ストラウスのすごいあの混沌としたハーモニーとかリズムとかところがそこの中からこうピュッとこうなんだろうあのまあすごい簡単に言ったらあのこう嵐の中で一筋に光が見えるみたいなものすごい。とか、うん、人生生きてるとすごくもう本当に。 なんだこれって思うぐらい自分が不幸だと思えるようなことがあったりするところがすごくいいことがちょっとでもあると本当に苦しいこと苦しみを知らない人がそのちょっとの幸せを見た時と苦しみを経てそのちょっとの幸せを見つけた時のその幸せっていうのの色っていうか匂いっていうか大きさっていうか。 もう芸術って本当にそれの表現だなと思ってだからまあ人間の生活もそうです私たちの生活も本当にあのなんかまあ辛いこともあったりする中で見つける、あのー、幸せでだから しんどいこととかっていうのは無駄じゃないんだよね。だからそれを知ってるから幸せだと思えるんだと思うんです。ずーっと生まれてから何の不幸もなく幸せだって、それはね、あんまり幸せじゃないかもしれないね逆に。少しくらいやっぱり不幸な思いをしている方が幸せのありがたみがわかるから幸せだ自分の幸せなんだって噛み締めることができるんですよね。だから芸術もやっぱりそうで、あの本当に例えば綺麗な色ばっかりであの絵を描いても。 面白くないと思うし、あのー、前音楽でなんか楽器で中音域ですごくハーモニーが合うんだけれどもホルンコントラバスビオラみたいなね <laughs> ところがあんまりあのドラマがないっていう話が前したような気がするんだけどそれはあの師匠が、ね、奥田和夫先生がそれをおっしゃってたので、あのー、そういうふうに何かやっぱり毒とか汚れとかっていうのが 実は非常に我々の感性の中にそれがなかったら感じ取れなないいもののっていううがが絶対あるような気がするよ気すすんですそれをなんかリアルト・ストラウス勉強不足な私が、えー、本番中だったかリハーサルゲネプロだったかにそれをすごく感じて、うんまあ、弾くの必死なんだけどね <laughs> だけどそういうことを感じましたっていう話です。えー、と前の動画で あの私、実はサロメが終わるまで動画を上げないつもりだったんです。だからあの「まんぼうでまんぼう」とか <laughs> あの去年の音源とか引っ張り出してきて上げたりしてたんだけど実はもうどうしても動画を上げたくなってしまって本当は名前出すつもりなかったんですけどまあリュ h ルさんがあの亡くならはったことはあまりにもショックで,でだけどそれを「やいのやいの」言うのも違うなと思って「じゃあ上げるなよ」って話なんだけどでも何か言いたくて。 それがだから、えー、と何を言いたかったかっていうのはあのやっぱりそっとしといてあげたいっていうのをすごい思ったんですよ。だからそういうことを言ってると思うんです前の動画で。でも色んなたくさん見ていただいてたくさんのコメントとかハンド板で本当嬉しいです。あの名前出しちゃったからあのこう,うこういうのなんか露骨になんかあの人の名前出して喋る 本意ではないんだけど、やっぱり反応をいただいたのであのそこはちょっと言っとこうかなと思って今喋ってるんだけれどもあのまあ本当に悲しいことでいろんな推測でいろんなことを書く人がいるんだけれども、まあ、それはあの残された家族の方にもためにももうこれは触らないでそっとしてて人のことはほっとけとそういう動画でした。あのそれで えと前の動画で「魔法の言葉友達をか」がかけてくれた魔法の言葉の友達が、えー、昨日かな、えー、とあなたたたのことをでで喋ったよっっよよて言ったんですよそしたら彼が「私のあお前のチャンネルなんかあんまり見たことないんだよな」って言いながら見てくれたんですよそしたらね次の日に、ね「あ見たよ」って言って「あれだね見たことなかったけどお前トーク面白いよ」って言ってくれたの。 また魔法の言葉をかけられてしまった。<laughs> どうしようと思って。で私ね、トークはね、自信ないんですよ、実は。ところがね、なんかすごく不思議なんだけど、もうすごいあの楽譜、財布をして、 何だろうあの j p o p とかね楽譜書いて打ち込みをやったりものすごい手間暇かけて録音して映像を合わせてとかってやってもあんまり反応なかったりする時もある中で本当に出かける前の10分であこれなんか喋りたいなと思って喋ったほんの10分とかのトークがなんかすごい反応をいただいたりするとなんかびっくりするんですよ。全然そういうういいいののでこれもも本当に思つつきだったりつなぎだっったたたりりなぎ音楽を聴てもらうための なんていう作戦だったりとかっていや変な言い方だけで本当にあの音楽本当は音楽を聴いてほしいあるいは映像作品を見てほしい、えー、ライブに来てほしいもうライブに来てしいが最初のきっっかかけだったからごめんなさい飲みます <laughs> トークをやろうなんて思ってなかったし私はトークはもう全然ダメだと思ってるんだけれども案外トークで <laughs> 動画が伸びちゃうとうん,なんか。 それニーズがあるんだよって言われたんですよ。その魔法の友達がね、そうなのかなと思って、だからあのトークも上げますこれから <laughs> 上げてるけど今今まで通りトークも上げていきます。その中にあの自分の、えー、やりたいものとかをあのー、まあ、入れていきたいと思いますよ。な音楽以外はね前を受けなかったんで話題とかもね。 音楽の話題を「まあ、なんか絶対音感」とかね楽器こうやったら上手くなるとかでつけるとみんな見てくるんだけどなんか昨日みたいに「魔法の言葉」とかって言って見てもらえたっていうのちょっと珍しいんですよ。でだからこれからまあ話題もいろいろまあ音楽の話が中心になるけどだけどいろんな話をしていくか,なかもしれないです。あとあと、あのあんまり面白くないけど、あのちょっと 電車好きなんて旅行行った時にこの間ババッと撮ったとかの自分では実は、ね、ものすごい好きに入ってたりするあ,あれ好きですって言ってくださった方いらっしゃった動画でありがとうございますあの鉄道系 YouTube 毎晩寝る時に、ね、よく見てるんだねであちこち行った気になるわけ <laughs> それがあの自分毎日やってるんでああいうのこうやりたくなっちゃうわけよであのまあそれでもあの頑張りますということで、えー、よろしくお願いします はい、<laughs> 最近、あのー、ご覧になり始めた方、えー、実はですねこの「キャトル・セゾン」というアルバムがですね、えー、去年の7月15日発売して、えー、本日で、えー、ちょうど発売1年になっておりましてで案外、えー、皆さん、えー、私が思ったよりも、えー、購入を遠慮してらっしゃる雰囲気なので <laughs> 全然遠慮することはないので、あのー、ぜひともこれはあのー、全ての CD ショップ CD オンラインサイトで。 えー、お買い求めになりますそれからね一つ言っとくとねこれちょっと実はね値段高めに設定したやつっていうのがね時代はもう CD の時代じゃなくなってるだからね現物どうしても欲しいって方はこの値段出して買ってねっていう意味で結構高いです。円プラス税なので 円か、えー、市場からすると本当におそく高いと思うんだけどそれぐらいあの、まあ、経費はかかってるので事務所的にはこの値段設定がしたいということを希望でさせていただいておりますけれども、えー、じゃあ何の時代なのか、はい、サブスクでございますサブスクあるいは、えー、ダウンロードもやっててお金の話をするとあのそっちのほうが全然安いんです <laughs> これ社長にこれ言ったら怒られちゃうかもしれないけど。 えともしよかったらサブスクを回していただくあるいはダウンロードしていただくそれの方がまが安いんですけど、えー、ジュビちゃんのファンでこの,あの絵が欲しいって人は <laughs> この絵に、えー、代金を払っていただけると幸いだと思います、ねえー、演歌歌手のように <laughs> これからもじりじりと、えー、売っていきたいと思いますで、えー、キャットので、えー、じゃあちょっとせっかくだからちょっとかけ ってるか <laughs> はいあのー、ということであの買っていただきたいと思いますということで、えー、またいろんな動画上げていきたいと思いますので,で見てくださいねありがとうございましたそれじゃあまた